当然やったことがある、もしくは考えさせたことがある、ちゃんと教えたことがある、本当にそれ教えた経験があっての話なんでしょうかっていうふうに何にもわからない状態でいきなり否定されてるってことになってしまわないかな。こんなこともわからんのかの、こんなことってどんなこと。はい、皆さんこんにちは。ライズプランの武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきます。今日の本題は何かと言いますと、こんなこともわからんのかの、こんなことってどんなことっていう、そのお話をさせていただきたいというふうに思っております。特にですね、上司の方はぜひ聞いていただきたいと思いますし、これからね、上司になっていく、もしくは先輩になる皆さんにとってみても、有益なお話になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければなというふうに思っております。まあ、ざっくり言いますと、教育の仕方みたいなところに、ちょっとね、焦点を当ててのお話ということになるんですが、こんなこともわからんのかと、今まで何やってたんだみたいなことって言われたことないですかね。もしくは言ってしまったことってないでしょうかと、僕結構ね言われたことあるような気がしますけども、こんなこともわからんのかと、まあね、3年生にもなってまだこんなことやってんのかみたいな、もっともっと、精進しなさいよというような、そんな意味も込められたこのワードなんですけども、ちょっと、皆さんに質問、そのね、こんなこともわからんのかと言ってしまう側の人たちに質問なんですが、こんなことってどんなことですか。例えばですけども、そのラインっていうのはちゃんと決まってるんでしょうかっていうのが1点目。それと、そのラインに到達するようにしっかりと教えているんでしょうかっていうのが2点目になります。要はね、こんなこともわからんのかの、その言葉を出すということは当然ですが、こんなことのラインっていうのは皆さんの中でかっちりと決まってるっていうことで間違いないでしょうか。僕はですね、決してそんなことはないんじゃないかなっていうふうに思ったりします。特に、中小企業、中小の建設企業に関しましては、教育っていうのが必ずしもしっかり整ってるわけじゃないというふうに感じております。まあ大手もね、そこまでかっちり整ってるかどうかは何とも言えませんけども、結局こんなこともわからんのかって言ってる、そのこんなことのライン、あなたはもしかしたらあるかもしれないが、違う先輩は全然違うところにラインを設けてる可能性ってありませんかねっていうふうにちょっと考えてみてほしいんです。もしも先輩はこのライン、自分はこのライン、あの人はこのラインっていうふうに、このラインがバラバラなんだとしたら、こんなこともわからんのかのこんなことのラインっていうのが定まってないっていうことになりまして、結局怒られてる側はですね、非常に理不尽な思いをしているということに気づいていただきたいなというふうに思うんです。こんなこともわからんのかっていうふうに思う、もしくはこんなこともわからんのかというということは、つまりはラインが一定ラインを超えてきているはずなのに、なぜか超えてきていないのは、なんだお前の怠慢なんじゃないのかっていうふうに、分析することができるわけで、結局は、当然やったことがある、もしくは考えさせたことがある、ちゃんと教えたことがある、この辺のことをちゃんとやったにもかかわらずそれを覚えることができなかった、だったら、多分ですけど、こんなこともわからんのかは言ってもいいのかなと百歩譲って思いますが、本当にそれ教えた経験があっての話なんでしょうかっていうふうに僕は思うんです。まあ、多くの場合はですね、多分教えてないんです。教えてないですし、非常に漠然としたものの中で、このぐらいのことは俺の時代はやってたなとか、そういうようなレベルの話で、それを言ってしまってるんじゃないかなっていうふうに思うんです。これだと、後輩側はですね、そんなもん聞いたこともないし、教えられたこともないし、やったこともないのに、例えば、自分がね、入社してずっと内装絡みのね、工事ばかりやってきたのに、初めて土工事を経験しましたって言った時に、そして掘削のやり方がって言った時に、お前そんなこともわかんないのって言ってしまうんですが、結局それってね、その人はどういう経歴をたどってきて、そしてどこまで経験して教えられていたのかっていうことを全部度外視にして、何にもわからない状態でいきなり否定されてるってことになってしまわないかなっていうふうに僕は思ったんです。だからこそ、今回言いたいのは何かって言いますと、こんなこともわからんのかのこんなこと、このラインっていうのをしっかりと決めましょうって話です。会社の中で、教育の仕方というか、まあ教育のね、階段みたいなものがあると思うんですが、それっていうのが、1年生はここまで、2年生はここまで、3年生はここまでみたいな感じ、で、
決められているにもかかわらずそこに到達していないとかっていう話ならわかるんですが、それが決めてもいないし、みんな共通認識を持ってるわけじゃないのであれば、その言葉を吐いてはいけないんですよ。だから言わないようにしましょうではないんです。そうじゃなくて、それってそもそもラインが決められてないと、どこまで成長したら満足できるのかっていうのって、みんなのさじ加減になっちゃいますよね。それだとやっぱり後輩たちは、あの人はすごいできるのに怒られている、この人全然できないのになんかうまくやってるみたいなところが、なんて言うでしょう、不公平感っていうのを、抱えてしまう可能性ってありませんかね、というふうに思ったりするんです。まあ、僕はですね、教育の階段っていうのはある程度ね、しっかり作るべきだというふうに思ってますし、それが1年生2年生3年生っていうに年数で切るのではなくて、これができたらこれができるようになるっていうふうに、まあ、なんでしょうね、ある種の一応ね、そのこれができればここに到達することができるっていうのは、仮に10年かかろうと、2年で終わろうと関係ないんですけども、その人の個性に合わせてどこまでできるようになりましょうの階段をね、しっかりと用意した方がいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、言っている側の人間でございます。まあ、改めて言いますが、ちょっとね、何を言いたいのかよくわかんなくなってきたんですけども、でも、結局、こんなこともわからんのかっていうふうに思ってしまうだとか、こいつまだこのレベルかよって思っているにもかかわらず、そもそも教えてないんであれば、それはまずはね、その教育っていうのを見直さなければいけないなっていうふうに思いますし、何気にこの言葉が出てしまってるんであれば、それって、相手をね、後輩たちを、傷つけてしまっている可能性があるということに、まずは気づいていただきたいというふうに思うんです。そのためにも、その言葉を言ってはいけないというわけではないんです。そうではなくて、ちゃんと教えるという機会を設けたりだとか、経験をしっかりとさせて、このぐらいのレベルに到達しているはずだのラインをちゃんとね、他の先輩とも共通認識として持つことによって、こんなこともできないのかっていうのは初めて、話せることができるようになりますし、もしも言っているんであれば、そもそもそれを言っているその根拠ってあなたの中にありますかと、ないんであればしっかりと整備するっていうことをね、この機会にしっかりとね、やっていただければ、まあ教育のレベルも上がってきますし、教育のレベルが上がるということは、つまり、後輩たちの成長速度が上がるってことになります。5年間で、一定のところに到達してたよねっていう人たちが、もしかしたら2年で3年で、もしかしたらこう到達できるようになるかもしれない、その可能性があるとしたら、やっぱり教育をしっかりすることっていうことになるわけです。まあ、今ね、昨今は非常に人手不足というふうに言われておりますが、まあ、僕の中では人手が不足しているというよりは、成長してきている人手が不足している状態なんじゃないかなっていうふうに思うんです。1年生がいくらいたって戦力にならないよねっていうふうに思って、結局欲しいのは戦力なんだよって思ってるんであれば、人手が足りてないんじゃなくて、それは成長した人手が足りないんだよね。だったら、素早くね、成長させるという方法を見つける他ね、ないんじゃないかなっていうふうに思うんで、だとしたら強化すべきは今こそね、教育っていうところにしっかりとフォーカスをして、授業を、どんどん楽にしてね、業務を楽にしたりだとか、事業を大きくしたりだとかっていうことに注力してはいかがでしょうか、というようなのが、今回のお話でございました。そんな僕はですね、今新人スキルアップ研修ということで、全国のゼネコンさんに対して、1年生に教育を行っております。オンライン上で完結できる、技術は教えます。技術は教えますが、基本的には、机上で学べるレベルのことはしっかり教えさせていただきます。図面の読み方とかね、工程表の読み込み方とか、活用の仕方みたいなところは僕の方で教えますが、その基礎知識を持った上で、皆さん現地でいろんなことをね、プラスアルファで教えていただけると、成長が早くなりますよというような、そんなスキルアップ研修を行っておりますので、まあ、2023年度もね、2024年度もね、継続して行っていきますんで、もしよろしければ、現場ラボコンサルタントというふうに調べていただいて、そちらの方からお問い合わせをいただければな、なんていうふうに思っております。はい、ということで最後ちょっとね、CM 挟みましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタンだとかね、コメントだとかを書いていただけますと僕の励みにもなります。そして、よろしければチャンネル登録フォローしていただけますとよろしいかなと次回も見逃しがないかなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。お疲れ様です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 。